今回は稲姫の生涯と衝撃的すぎる婿選びについて解説していくぞ。よろしくね。それでは早速解説を始めていくが、このチャンネルではどこよりも早くどうする家康に関する動画を投稿していくので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回の主人公である稲姫は、天下に有名を轟かせるほどの武将である本多忠勝の長女である。一般的には小松姫として知られているが、資料によっては稲姫あるいはおねいと記載されている。今回の解説では、どうする家康において小松姫は稲として登場することから、稲姫と呼んで解説を行っていくことにしよう。さて、稲姫は天正元年に忠勝と側室の乙女の方との間に生まれた。天正元年といえば三方ヶ原の戦いの翌年になる。つまり徳川家がいろいろと大変な時期に稲姫は誕生したのである。稲姫は忠勝の娘だからものすごく気が強いような気がするね。そうだな。稲姫は忠勝の娘だけあってかなり心が強かったと言われ、主君である家康や二代将軍となる徳川秀忠に対してもきっぱりと自分の意見を主張したと伝えられてるぞ。想像するだけで稲姫が怖い女性に思えるよ。また稲姫を語る上で掘り下げなければならないのは、実家の本多氏と父親である忠勝についてである。まず本多氏は三河の国の豪族である松平氏に譜代家臣として代々仕えてきた。忠勝の祖父である本多忠豊は織田氏との戦いで新狩を務めて討ち死にしており、忠勝の父親である本多忠隆もやはり織田氏との戦いで討ち死にしている。その後2歳になる忠勝を引き取った掛城城主で叔父の本多忠真も武田氏との激戦となった三方ヶ原の戦いで新狩を務めて討ち死にしている。本多家の多くの人物が戦いで命を落としてるんだね。そうだな。戦国時代にはいろいろな家系が存在するが、特に本多家は多くの人物が戦いで亡くなっているぞ。どうして本多家の人物は戦いで亡くなることが多かったの？それに関してはいろいろな理由があるが、本多家は主君である松平家のために他の武将よりも命がけで戦っていたからだな。なるほどね。この本多家の熱い血は当然ながら忠勝の娘である稲姫にも受け継がれることになる。次に忠勝について解説していこう。忠勝は戦場で一度も傷を負わなかったと伝わっている。これは臆病なために常に後方にいたというわけではない。14歳で敵兵の首を取る活躍を見せて叔父の忠真を驚かせ、朝倉氏との姉川の戦いでは1万の敵相手に臆することなく戦い、味方の勝利に貢献している。さらに武田信玄に敗北を喫した三方ヶ原の戦いでは新狩を務め、味方の退却を手助けしている。この時の活躍ぶりは家康から忠勝が八幡神に見えたと絶賛され、敵の武田軍からも家康に過ぎたるものが2つあり、からの頭に本多平八との高い評価を受けている。忠勝のことを知ると伝説的な武将であることがよくわかるね。そうだな。それに官製徴収諸家譜によると、忠勝は武功優れて王子といえども未だかつて傷を被ることなしと記されているぞ。多くの戦いに参戦して傷を負わないってすごすぎるね。さて、本多家と忠勝に関する解説はここまでにして、話を稲姫に戻そう。稲姫は
成長すると少し特殊な婿選びを行ったとされる。具体的に言うと、家康が稲姫の婿候補を集めて好きなのを選ぶが良いと勧めたところ、稲姫は男性の髷を次々と掴んで顔を覗き込んだ。この時の稲姫の行動は婿候補に対して無礼な行為であった。しかし多くの婿候補は家康の面前ということと忠勝の娘ということで誰もが口をつぐんでいる状況だった。しかしある人物だけは稲姫の無礼を許さなかった。その人物こそが真田昌幸の息子である真田信幸である。信幸は稲姫が髷をつかもうとした際に稲姫の手を扇で払いのけたのである。稲姫は信幸のこの武士らしい対応を気に入り、信幸の妻になることを決めたと言われている。なんだかすごい話だけど、少しだけ作り話じゃないかと思ってしまうよ。そうだな。一説によると、先ほどの話は作り話と言われてるな。あらら、やっぱりそうなんだね。また、真田家と徳川家の関係性について深く知ると、信幸と稲姫は政略結婚によって結ばれたと考えられてるな。そうなの。じゃあ真田家と徳川家はどんな関係性だったの？一言で言うと、お互いに敵同士の関係だったんだ。真田家の当主である正幸は本来は武田家に仕えていた人物である。しかし天正10年に信長と家康によって武田家が滅ぼされると、信長に降伏することになった。それから3ヶ月後に本能寺の変が起き、織田家の軍勢が北条氏によって駆逐されると、北条家に従って神津家の国の沼田城を奪還するのであった。じゃあここまでの話をまとめると、当初の真田家は武田家に従えていたけど、後に織田家に従えるようになって、その後は北条家に従えているんだね。その通りだ。でも真田家がもともと織田家に従っていたのなら、徳川家とも悪い関係ではないような気がするけどね。確かにそう思えるが、真田家は戦国の乱世を生き残るために次々と従える勢力を変えていくことになるんだ。なるほどね。じゃあその真田家が次々と勢力を変えている過程で徳川家と敵対することになるんだね。その通りだ。真田家が勢力を次々に変えた理由をもっと具体的に言うと、沼田城をめぐる攻防があったからである。この沼田城の攻防に関しては、北条家と徳川家が甲斐の国に侵攻し対立すると、正幸は北条家を裏切り家康側に寝返るのだった。しかしここに上杉家が介入したことによって、北条家と徳川家は和睦を結ぶ。和睦の条件として沼田城を北条方に引き渡す約束を家康はしていた。この家康の約束に対して正幸は沼田城を北条家に渡すことはせず、今度は家康を裏切って上杉家を頼ることにしたのである。こうして天正13年、真田家の領土に徳川家が侵攻し、ついに武力衝突が起きるのであった。武力衝突について具体的に言うと、正幸は天正11年から信濃の国に拠点となる上田城の築城を始めていたんだ。そして真田家の離反を聞いた家康は天正13年8月に約1万の軍勢を上田城攻めに送り出しているぞ。この時徳川軍の兵を率いていたのは重臣である鳥居元忠、大久保忠世、平岩親吉だったぞ。なるほどね。それで1万の軍勢に対して正幸はどれくらいの兵力がいたの？正幸の軍勢はわずか2000ほどだったと言われてるな。圧倒的な兵力差だね。また
2000の軍勢を正幸は上田城と信幸が守る戸石城、いとこの矢沢頼康の矢沢城に分けていたとされる。この状況はどう考えても明らかに真田家が劣勢だったが、正幸は上田城の二の丸まで敵を引きつけてから反撃を開始し、後退する徳川勢を追撃して撃退に成功したのである。資料によると、徳川勢はこの敗北で1300人の戦死者を出したと記されているぞ。ものすごく大きな被害が出たんだね。最終的にこの戦いによって家康は真田家を危険な存在と考え、一刻も早く討伐することを考えるのだった。しかし敵対関係にあった真田家と徳川家を結びつけた二人の人物がいる。一人は信長の後継者として勢力を拡大していた豊臣秀吉だ。秀吉は再度真田攻めを行う準備をしていた家康に対して和睦を促し、正幸に対しては家康の与力になるよう命令した。そして真田家は徳川家の与力大名となり、忠勝の勧めによって信幸と稲姫が結婚することになったのである。こうして真田家と徳川家が結びつくことになったのである。結婚後の稲姫は信幸のためにいろいろと尽くす女性だったと言われている。しかし関ヶ原の戦いによって信幸が正幸と信繁と敵対した際には忠勝の娘らしい対応を見せるのであった。具体的に言うと、正幸は信幸と密談を交わし、上田城に帰還する際、正幸は途中孫の顔を見るために沼田城に立ち寄ることにした。この時上司である信幸は家康のもとにいるため留守だった。そして留守を任されたのは正室である稲姫であった。実はこの時正幸はどさくさに紛れてたもとを分かった息子のお城を乗っ取ることを画策していたと言われてるな。え？じゃあ稲姫が正幸を城内に入れたら城が乗っ取られてしまうよ。その通りだ。しかし稲姫は突然正幸が訪問したことを怪しいと思い、自ら武装して出迎えることにしたんだ。そして正幸は稲姫のとっさの対応に驚きながらも、さすがは忠勝の娘、武士の才女たる者はああでなければいかんと怒るどころか感心して入城を諦めたと言われてるな。稲姫の機転によって沼田城は乗っ取られずに済んだんだね。その後関ヶ原の戦いに敗北した正幸と信繁は処罰されることになる。家康にとって正幸は旧敵であり、関ヶ原の戦いでも上田城に籠城して秀忠の軍勢を食い止める妨害を行っている。これらの内容から正幸と信繁は斬首という決断をされてもおかしくはないが、信幸が必死になって家康に除名を嘆願し、さらに稲姫の願いを聞き入れた忠勝も家康に除名を嘆願するのであった。その結果正幸と信繁は処刑されず、紀伊の国工藤山への流罪となった。稲姫は流罪となった正幸と信繁に対して数多くの仕送りを行ったと言われてるぞ。稲姫は義父のことを大切に思っていたんだね。その後稲姫は信幸を支えていたが、元和6年病気を患い草津温泉で湯治を行う道中で亡くなった。享年48歳であった。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録・高評価よろしくお願いするのじゃ。